どうも、どうも。ニュース大好きマスクニャンです。今週も始まりました、マスクニャンニュース。始まって、早々ニャンだけど。明日は、僕、お休みするニャン。どうしてかっていうと、明日は、天皇陛下の即位の儀式があって、祝日なんだニャン。今日は、この儀式で、敬意を示すために、空砲を撃つ陸上自衛隊の部隊が、予行演習をしたっていうニュース。皇居にある北の丸公園で北富士演習場から来た陸上自衛隊の第一特化隊の隊員70人が即位の礼のために手順などの本番に向けた確認作業を行いました。礼砲はこれまでスペイン国王らが来賓で日本を訪れた時などに実施していて、敬意を表するために空砲を撃つ任務です。当日の即位の礼の際は安倍総理が万歳を言い、終わった瞬間に一発撃ち、その後4門の大砲で5秒間隔で空砲を撃ち続け、計21発を発射します。部隊はこの後朝霞駐屯地に戻り、本番に向け備えるということです。真剣な面持ちの自衛隊の皆さんの色とりどりの耳栓が印象的だったにゃん。明日の本番も頑張ってほしいな。この即位礼正殿の儀は、天皇陛下の即位を国内外に伝える即位の礼の中心儀式なんだにゃん。皇居の宮殿の松の間で午後1時から始まり、陛下が玉座高御蔵でお言葉を述べられるそう。この後安倍総理がお祝いの言葉夜ごとを述べて万歳三唱し、このタイミングで一発目の礼砲が撃たれる予定だにゃ。ちなみにこの儀式には国内外からおよそ2000人が参列する予定なんだって。そして参列者にはこんな記念品が贈られるみたいだにゃん。天皇皇后両陛下のご装束姿のアルバム写真、そして式典で使用される高御蔵の写真、上皇陛下や上皇后様、秋篠宮様たちが掲載された写真集、国土地理院がご即位を記念して作った東京の地図、全部素敵だにゃ。即位礼正殿の儀、どんな儀式なのか注目だにゃ。明日は礼砲の音を聞くために僕もマスクを外してよく耳を澄ませておかなくっちゃ。今日も見てくれてありがとにゃん。チャンネル登録よろしくにゃん。